はいどうも、ござまです。チャンピオンドラマで俺も10シーズン2、鈴木です。2週間ぶりのエーペックスです。以上。はい。ということで、行きましょう。いや、でもどうなんだろうな今回。なんか新しいモードがやってるけどね、そんなやってる時間はないのでね。ということで、1戦目までカットです。と思ったけど、速攻始まりました。さあ、やろうか。1戦目なんだけどね、どうなんだろうね。本当に2週間ぶりにエーペックス触るからさ。はい、対戦よろしくお願いします。僕はブラッドハウンドしか使いません。信用してくれるなら守ってあげる。動力を切断してやりましょう。どうも俺はついてるんだ。生き延びてやるぜ。僕は生と死の狭間でこそ生の実感が得られるもの。ブラッドハウンドで頑張ります。今回のチャンピオンです。ほう、なるほど。もういやー、でもね、何が嬉しいってさ、どれにしようかな。私の姿を。あそこはどうだ。了解。この瞬間がたまらない。あっちにいいものがある。ヘムロックとプラウラ。周囲環境をマーク中。おう、拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。プラウラーの方がいいな。出た。よし、早く行くぜ。リングすぐ近くやん。やった、ラッキー。リングのカウントダウンが始動。おーおーおー、カービンやん。で、カー SMG に変える。でだ。ありがとう。大丈夫さ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。大丈夫、持ってます。レース開始。とりあえずさ、ライターもない？どっか。ライターもないっすか？カービン使ってるのはいいんだけどさ。リングは近い。ライトもないんすよ。マジで？よし。オーケー、向かいまーす。残り30秒。安全圏はすぐそこだ。逆サイドじゃん、リングの。緊急脱出。ライターも。誰かいるぞ。チキンを売りに来たわけじゃなさそうだ。残り10秒。リングまであと少し。アクスターを投げる。当たる。テルミットクレイ。俺を撃ってる。いた。注意喚起を回す。アクスターを投げる。もう起き上がる。攻撃中。リング。に攻撃されている。見つかった。撃たれてる。撃たれてる。いやー、これダメだよ、勝てねえよ。何人いた？はい、ということで次のマッチまでカットでーす。はい、2戦目。まあ速攻でね、消されたんでね。まあ気を取り直して頑張りましょう。まあ、気を取り直すしかないんだよ、本当に。さあ、やるぞー。人は周囲を見渡すばかりで上を見ようとしない。もったいないね。私はブロス・フーンダル、ブラッドハウンドと呼べ。エントロピーを
宙の秩序だ。コースティックだ、珍しい。私はその反応を早めているに過ぎない。コースティック、今回のチャンピオンです。いつかは死に追いつかれるっていうが、それはどうかな。いや、やんない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 。私が指揮を取る。あっちに着陸しよう。了解。私がジャンプマスターだ。続け。私の得意分野だ。やっはー。向こうへ行った方がいい。敵を発見。いや、やばいって、これは。これはやばいって。だねー。ここに敵がいる。ああ、もうやってらんね。味方は何やってんの？そりゃそうだよ。そっこで消されるの当たり前じゃん。分かってんじゃん。バカなのかよ。俺は30秒なんだが、いや助ける気ねえだろこいつら。ああもういいや、やめよう、抜けよう。では次の街もカットでーす。はい、3戦目もう、もう負けたら負けてもそこ抜けよう。うん、あの時間の無駄だ。さあ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 、ホライゾン、ホライゾンもなかなかこうチームメイトにならないっつうか。自分の感覚を信じれば勝利に恵まれる。さあお願いしますよ。落ち着いて、ヒューズを飛ばさないで。ホワットさん、今回のチャンピオンを紹介します。はぁ、二人。私は勝利へと導く。やんない。ジャンプマスターは私よ。リングのことなら誰よりも分かってる。任せて。行くよ、科学のために。さあ、あっちに行ってみよう。やばいって、だからもう近くに敵が着地したみたいだ。攻撃されてる。敵と交戦する。リロード。いや、なんもない。
よし、回線無視。周囲環境をマッチ。ルーリーなんかいたよ。こっちへ行こう。敵を確認した。行くんだ。やりな。ナイス。今回のリングはご近所さんだ。撃たれてる。待って待って待って。上だな、いた。ダウン。ここに敵がいる。あー、くそ。くそ。ダメだ、いいや。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。概要欄に他の実況リスト載ってますので、チェックよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。